焦げ類は、繊毛虫の一群で、淡水域、海水域ともに広く分布する。主に単細胞遊泳性で、軍隊性や固着性の種は稀である。細胞は、球形から壺が足らないは、逆釣りが根型であり、外形は同じ潜望虫の宇宙類に似るが、殻は持たない。壺あるいは釣りがの開口部周辺にあたる位置に、繊毛が配列している。この繊毛は、 複数本が密に並んで隣接しており、膜のように振る舞う。この線毛で機敏に遊泳するほか、水流を起こして、餌粒子の収集も行う。小毛はこうには、これを取りかめも含まれるが、焦げ、類にはこれを含めない。したがってハルテリアメとストロンビディウム目の二目からなる。細胞の側面に、線毛の束がある。この線毛束は、硬い線毛あるいは刺しと表現され、 この目の特徴となっている。代表属のホールテリアは、細胞の直径30マイクロメートル前後であり、日本でよく見られる、オドリフデズツムシエッチグランディネラは、体側に3本ずつの繊毛の束を7組持つ。繊毛の本数は種によって異なる。ハルテリアの仲間は、簡満な遊泳と、超薬的で俊敏な遊泳とを行う。後者の動作は、顕微強化で終える速度ではなく、 生きた細胞の長時間の観察は困難である。グルタルアルデヒドによる固定やプロタゴール染色を行った細胞は観察しやすいが、固定法、染色法によっては、繊毛束が溶けるなどして、生体とは見た目が変化するため注意が必要である。ハルテリア目とは異なり、体側の繊毛束はない。また、超薬的な遊泳は行わない。ありがとうございます。